よし。怖いもの。ンショット開いて、で、一番左のビデオっていうのを押します。で、ビデオっていうのを押すと、自分の多分、まあ、カメラロール、保存してる場所が出てくるんですけど、一応、到達するときの最初のポイントとしては、まあ、フォルダー分けしとくみたいな。素材を今日は作るっていうのを、こうやってフォルダーに入れて分けといた方が、どれだっけって探さなくていいから、すごい、やりやすいです。できれば順番に並べてあった方がやりやすいんだけど、後で入れ替えもできるから、それをやります。まず、どうしようかな。まず、まあ、選んじゃおう。パッ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 パって一応全部選択して、選んで、一番右下のこの右のチェックボタンを押すと、もうこうやってバーってできちゃうんですけど。あ、もう動画が詰まった。で、今これスクエアの形になってるのね。今この状態になりました。画像を取り込む順番が違ってるから。今やるから大丈夫です。この恵比寿銀座の動画ってさ、入ってる？入ってる。インターンロードしてないってこと？あ、遅れてないってことかな？もしや。なんかエレベーター降りるやつと、恵比寿南橋。僕らは遅れてない。エラーになってる。まあ別あ、に。じゃあ、待っていいね。今送ってる。全部で一応10個あったんだ。1、2、3、4、5、6、あれ？の、まあ、6個？そんなになんか今日は構成とか気にしてないから、ただつなげるっていうことで、構成気にするのはちょっとやります。とりあえず作れるようになるっていうところ。だから動画を選んで、チェックボックスを押して、一応このブラってなってれば OK で、再生ボタンを押してみると、こんな感じの流れるよっていうこと。で、この右下のインショットっていうロゴは、一応一
回くらいはなんかこう、無料でこれを一度削除するみたいな感じですけど、うん、まあ、永久に削除したかったらちょっと370円払うみたいな。まあ、ロゴはあってもなくても、それはもうご自身のっていう感じ。うん。で、一応この左のキャンバスっていうところ、一番左キャンバスっていうところを押すと、切り替えを変えられるのね。で、今インスタ用のスクエアになってるんだけど、これをこの、その隣の隣の YouTube 用みたいな、押すとこういういつもの変わるし、縦にもできるし、なんかいろんなサイズがこうやって用意されてて、で、例えば、その、まあ、インスタのこの、上と下がちょっとぼやけてるでしょ、うん、で、この背景っていうのを押すと、いろいろ背景も変えられる。ああ、ほんとだ。へえ。こんな。で、こういう風にわざと背景作ってもいいし、あとは、ズームでフルっていうのを押すと、こうやってサイズが変えられる。だから完全にこのスクエアの中にはめるっていうこともできる。から背景なしにしてもいいし、うんうん。まあ、こういう背景ありにしてもいいし、うんうん、私はいつもだいたい YouTube は YouTube でやるから、この16対9の状態にして、うんうん、で、こう、2本指でこれをこうやっていじると、こうやってサイズ変えられるのね。大きさ。うん、画面をこうやって触ると。で、こうやってちょび背景作ってもいいし、その辺はお任せ。どうしよう。まあ、夜、こんな感じになってます。っていうのが、このキャンバスっていうところ。なるほど。私は基本的にこの状態で、どうしようかな。一応順番なんだけど、まあ、最初にこの恵比寿橋、まあ、何でもいいんだけど、一応このなんだろう、指で画像をそのままちょっと長押しクリックすると場所を変えられるのね、左右とか。うんうん。でドラッグするっていう形でちょっと長押ししてドラッグして順番を変える。うん、一応私の、こう、まあ、そのままの時系列を、あれすると、恵比寿に来ました。エレベーター、エスカレーター降りました。人混みで、すごいこのタイムラプスで、わーっているところから、恵比寿神社に入って、ラーメン屋本当は後から入ったんだけど、まあいいや。ラーメン屋入って、恵比寿フードホール入って、
ここフードコートなんだけど、いろんなレストランが入ってるから、そこで、なんか、串焼き頼んで、一人で酒を飲むっていう、私の日常の Vlog です。みたいな感じ。っていうのが一応、まあ、流れ。で、これはまあ、最初作るときは、まあ時系列でやったら慣れるまではいいかな。あとはもう構成とか考えるようになってきたら、まあ構成通りにやるけど、まあ基本時系列だとすごい楽だし、作りやすい。今どんな感じ？できた？その入れ替えはできました？簡単に。ちょっと長押しして拭いて。間違えてるかな。こんな感じかな。合ってるかな。うん。だいたいできたかな。だいたいできた。間違ってるかもしれないけど、後で入れ替えればいいよね。で、そしたらこの再生ボタンを押して、自分がこう見てて、なんだろう。ちょっとここから説明の方に入ろう。一応これいつも見せてるやつなんだけど、まあお二人ともお友達だからスキップします。銀座で個展やります。お越しくださいませ。すっごいいい立地でやるんだよ、このね。そうよね。この伊東屋、ブルガリと伊東屋がある2丁目のところ、カルティエとかシャネルとかヴィトンがある、あの交差点があるんですけど、マロニエ通りっていう、もうそこのマロニエ通り入ったところにあるギャラリー銀座っていう名前の2階なんだけど、そこでやります。さあ、どうしよう。なんかコロナでさ、すごいさ、ちょっとなんか自粛した方がいいのかなとか思ったけど、まあでも別にそんな規模じゃないしと思って、私は。再開するし。ん？少しずつ学校もね、再開するしね。ああね。なんか今急にアメリカが全てシャットダウンし始めてさ。学校もレストランもジムもバーも全て今ダメなんだ。まあでも今の銀座すごい外国人観光客が減って、なんか昔の銀座みたいに結構落ち着いてるらしい。うん。うん。ね、まあご存知の通り、こういう写真を撮っております。あつこです。かわいい。えなちゃん、超落ち着くな。外国人のガイドもやってます。ってことで、で、これが What kind of video type do you want? っていうことなんだけど、一応左側のプロモーションというのは、もう本当に CM?15 秒とかで、最初は全く関係ないものを映して、最後にドンってコース。最後に車の CM。最後に生命保険。っていうような流れの、まあ何かものを売りたいときの方法で、チュートリアルは、まあ How to? こういう、どうやったら作れるかとか、だからお菓子料理作りも How to チュートリアル系になるかなと思います。で、Vlog はさっきの私のラーメンただ一人で食べるみたいな日常。もう本当に何でもよくて決まりはなくて。ただ今までみんなが書いてたブログっていうのが Vlog ってビデオログに変わっただけなんで、そう別に、なんだろう。本当決まりがなくて一番楽なのは Vlog。
でも世界中でめちゃくちゃ流行ってて、もう Vlog 日常的にみんな撮って、みんな普通に動画バンバンアップしてっていうのが、なんだろう、ステータス、通常なんだけど、日本人はそこまでまだやってる人がそんなに多くはなくて、最近すごい増えてきたかなっていう感じ。で、5G がね、25日からスタートするって言ってたね、どこも。発表しましたね。驚き。ついにって感じ。で、5G になるとどうなるかっていうと、まあ、通信速度がすごく上がることと、だから動画のそのダウンロードとか、動画を見たりとかするのに、止まったりとかしなくなると思うんだよね。すっごい動画が、なんだろう、普通になるっていうか、動画見るのが苦じゃなくなるようになるのが 5G で、最初の 2G、2G みたいな、2G の時は、やっとメールができるようになりましたみたいな。で、3G とかで写真とかが送れるように、その後かな、なりました。そうだね、3G で写真がちょっと送れるようになりました、ね、多分 3G の時とかまだ動画とか全然送れないっていうか止まっちゃったりしてたと思うけど、それが 4G になって、で今 5G になったっていう感じなんで、これからなんかもう動画は本当にもうドワーってめっちゃみんなもっと今までより普通にやっていくと思う。そう。で、一応目的が、まあ、最初にその何をその動画で伝えたいかっていうのとか、どうして動画を作りたいのとか、誰に見てほしいかなとかいう目的がはっきりしてた方が、一応ただ作るだけじゃなくて、その見ている側のことも考えるみたいな作り方ができるようになってくるから、もうこれは上級編ら辺でしっかりと考えながら構成を考えて作動するみたいな感じになってくるから、まあ、最初の初級編ら辺は本当にただただ撮ってつなげて見て、でだんだんそのうちどうやったら飽きないような動画が撮れるかなみたいな感じになってくる。久しぶり全然変わってないね。変わってないって言われてる。変わってないねって。そう、ウケる。10年前と顔が変わってないよ。10年前くらいじゃない。私34になったよ。え？私もう34だよ。そうだよね。本当だよ。もう、あみちゃんは10代な、20代か。20歳です、みたいなイメージ。でしょ？そのままでいて。そのままでいてくれ。いや、驚き。長いお付き合いですな。はい。そんな感じで、一応これセッティングなんだけど、まあ、カメラ買ったりとか、iPhone を新しくしたりしたときに、設定を動かさない人が本当に多くて、とりあえずまずいじるのは設定でしょ、みたいな。設定をいじって自分の好きなようにカスタマイズしていくっていうのが、このもう、なんだろう、オタクのやり方なんだけど、設定で、まずその、4K にできるっていうところだよね。多分普通の状態だと 4K じゃないのかな、わかんないけど。もう速攻でやっちゃうから。この、なんだ。まあ、設定行って、で、カメラ行って、カメラ。設定の中にカメラっていうところがあるから、そこでまずグリッドをオンにするっていうのと、グリッドってこの下の、この、縦2本、横2本のやつね。で、このグリッドがあることによって、その水平に撮る癖がつくから、まずグリッドをつけるっていうのは、まあ本当の、なんか基礎の基礎みたいな感じ。うん、で、ビデオ撮影のところを 4K にしたりとか、スローモーションのところをちょっと数字変えたりとか、まあでも 4K にするとデメリットは容量食うかな。容量ない人とか、あまり別にその、何大きい画面で見せないよとか、ただ自分の小さい画面だけでいいっていう人は別に 4K じゃなくてもいいかも。でもゆくゆく、
とか、まあ、いろいろ。まあ、でもみんな別に写真家じゃないからね。4K じゃなくてもいいと思う。なんか、なんとなく、ほら、一番新しいのがいいかな、みたいなのあるじゃん。まあ、みんな 4K のさ、なんかビデオカメラ買ってたら 4K だ、みたいな感じでなるし、テレビも 4K だ、みたいな感じになってるから、まあ、そのノリでは 4K だ、みたいな感じなんだけど、まあ、別に容量食うし、画質別に他のでも綺麗だし、みたいな。まあ、お任せしますって感じ。で、一応最初その横向きで撮る癖。なんか横とか縦とかを繰り返して撮ってると、編集の時もめんどくさい。から、まあ、最初は、まあでもちょっとストーリーにも載せたいみたいな感じで縦撮りもしたりするんだけど、まあまあまあ。まあ、とりあえず、YouTube に載せるっていうのとか、Facebook に載せるっていうイメージだったら横向きで撮るかな。で、横、縦、横みたいな感じであると、結局、その縦の時に、両側が黒くなるから、まあ、それが違和感しか感じられない私は、みたいな感じ。そう。まあでも別にこれはその何に乗せたいかっていうのがはっきりしている場合は横で撮りましょう、みたいな感じかな。まあ癖づけとしてね。で、すごいシンプルなんだけど、細かい画像、細かい動画を細かく、様子短く撮って、それをつなげて一つの動画にする。まあ、映画見てても、海外ドラマ見てても、すごい最初の、なんだろう。こう、私は最近映画見るときに、まあ、海外ドラマとか見てんだけど、カウントするんだよね。今の画面の切り替わりみたいな。1、2、3、4みたいな。で、あ、今2秒で変わったみたいな。あ、このくらいだと5秒使ってんのかみたいな感じで、CM もパッパパパパって変わってる時とかは、今の1秒ずつ変わったとか、今のところ1秒、3秒、2秒、2秒、5秒、2秒みたいな感じで変わったみたいな。ので、なんかこう、そうするとこういう風にこう見えるのかみたいな、こういう滑らかさかみたいなのを常に考えて研究してるんだけど、まあ大体普段撮るときに、まあお菓子の場合はまたちょっと違うよね。その、例えば、なんだろう。単純作業、その、入れて、まあ、何かこう入れて、入れて、入れてっていうのはもう1秒1秒1秒くらいでいいけど、例えば、なんか、玉ねぎをみじん切りずっとしてるみたいなのは早送りで撮った方が面白いし、宇沢さんみたいにこう何かをデコってるところは、多分そのデコってると、こう、こっちが動いてるから、動いてるものをずっと見てる分には人は面白いんだけど、それがもし、それもでも早送りの方がもちろん面白い時もあるし、最初少しなんか書き始めだけ2秒3秒くらいやって、その間は早送りにして、最後にパーって出来上がりみたいな感じでやるとか、なんかいろんなこうパターン研究してって、やるとすごい面白い。けど、出来上がりまでの時間っていうのは、まあ最初は1分くらいにまとめられたら、多分見てくれる回数は多いと思う。で、インスタも1分以上で IGTV っていうのに載せられるから、それで1分ちょいくらいのやつ、1分2分くらいのやつでいっぱい細かく作っていってやると、多分ファンは増えやすいかなっていうところ。そう。で、実際に使うのはほんの数秒で、あとは、まあ、タイムラプスっていうその早送りとか、スローモーションとかをうまく使って、そう、いろんなパターンで撮ると面白いかなっていうところ。で、今日はこのインショットっていうのを今使ってるんですけど、まあ、だいたいトリムっていうのがその、ハサミマークでカットする、トリミングするっていう感じ。
だから今つなげた動画を必要なところだけ両端を切ったりとかして、必要な分だけにします。で、トランジッションはつなぎ目なんだけど、まあ、リゾルブとかはゆっくりこう画面が変わる感じ。で、これを使っても使わなくても OK で、あんまり使いすぎると素人感丸出しみたいな。のもあるんだけど、おしゃれに使うとおしゃれって感じで、いろんなのあるから最初はとりあえずいろんなの使って試しまくるっていうのが、なんかそのこれはどういうのなんだろうみたいな、いきなりこうボワーって真ん中から割れて出てくるとか、いきなりドンって変わるとか、横からスライドになるとか、いろんなのがあるから、いろんなつなぎ目を試すことがいいかな。で、あと音楽は音符マークのところでつけます。で、基本的に安室ちゃんとかの曲を使ったら著作権的にダメなんで、YouTube とかにアップした時に音が消されます。で、広告されるから、今後それをやり続けるとアカウント削除とかになっちゃうから、基本的には著作権フリーの音楽をゲットする。最初はアプリに入っているものとか、無料のもので十分だし、まあ、そのうちハマり始めたら音楽無料ダウンロードサイトみたいなのの月額制みたいなのがあるから、そういうところから会員になってダウンロードをしまくるみたいな。で、最後にエクスポートって言って書き出し、だいたい矢印のボタンなんだけど、矢印のボタンを押してカメラロールに保存っていうのをやると、もうそのままそれが出来上がって自分のカメラロールに入りますっていう感じ。だからやることはすごくシンプルで、動画をただ入れて切ってつないで音楽つけて書き出すみたいな。で、中級編の辺は一応テキストとかも細かくその入れてたりもするんだけど、時間があればっていう感じで、一応これがさささっと私が作った時の動画なんだけど、だいたい全部で作るのに短い1分の動画だと5分くらい出てきちゃうから、パーっても選んで、もうそのまま全部必要なやつを選んで、これは一人で寂しく映画館に行ってワインを飲んでビールを飲んで帰る私です。こんな感じ。このキャンバスでサイズを変える、指の2本のピンチでサイズを変えます。この辺はシャツにしてたやつだね。なんかインショットを今回は使ってるんだけど、ちょっといろんなやつがあるから、とりあえずアップストアで動画編集で検索して無料のものいっぱいあるからそれを買いました。で、あとサムネイルっていうのがあるんだけど、これは一応スパークポストっていうやつを私は使っていて、これで、その、よく YouTube とかで最初の、なんだろう、タイトル画面みたいなやつがサムネイルっていうんだけど、あれを、結構まああれでどれだけみんなが最初に見たいかって思うところがあるから、まあ、サムネイル作るのも一応中級編でやろうかなと思って、一応使えるのはスパークポストかキャンバスっていうアプリがあるから、まあ、その辺使いやすいから、
そこからやるといろいろこういうのが簡単に作れるかなっていう。で、セーブビデオ。で、これアニメーションもつけられるし、そう、もうスマホでピッピッピーって言うとこれ全部作れちゃうから、そう、この辺がおすすめかなっていうところかな。で、一応最初に入れてもいいし、最後に入れてもいいし、まあ、あと YouTube でアップロードするときにサムネイルどれにしますかっていうのになるから、自分の画像を入れますみたいな感じでやることもできますし、そう。で、そうだな。一応ね、これ分かりづらいかなと思って、あれしたんだけど、このトランジッションのこの、こういう斜めのマーク、ここを触るとトランジッションが選べるよっていうことだから、ちょっと最初のインショット画面に戻って、この、これだよね。今押したの分かった？ここの、この、わかる？これこれ。これ。これ。ここの、これ、こいつ。この切れ目のとこにあるこのマーク。この斜めの。これを押してみて。押せた？押した。こんな感じでこう、いろんなパターンが、ね、見た。で、こう、まあ、最初に、パーってとりあえず流すよね。で、こうやって見てて、あ、ちょっと今の長いなって思ったら、もう動画そのものを押して、右のこのトリミングっていうこの棒のところを、ちょっと長押しして、ピュって動かすと、短くできるのね。こうやって。こんな感じで。で、そしたら大体、まあ、こんなもんでいいかな、みたいな。まあ、大体だからこれも今2秒くらいになったよね。2秒くらいでもこういう感じか、みたいな。で、これも別にこんなにここ長くなくていいかなみたいな。これだけでも6秒あるから、6秒もこんなずっと、なんていうの、同じ画面見ててもつまんないから、これもトリミングしちゃって、ビューって。要はこの恵比寿神社がこれは映ればいいんだけど、そうすると一瞬すぎるかな。ちょっと一瞬すぎるね。から戻す。やっぱ2秒くらいないとちょっと、なんか見てる方もわけわかんなくなっちゃう。うん。逆に今の早すぎでわからないから、こういう場合は速度で、ここに速度っていうのがあるんだけど、今の場所わかった？この再生の下のボリュームの右。速度。だいたいアイコンのマークで、なんか、測るやつ、測りみたいな。この速度を押すと、早くもできるし、遅くもできるから、今回はちょっと遅くして、OK を押すと、伸びたよね。
こんな感じで遅くなったから遅くしてから短くするとあと他の余計な人が映ってる場合は削除する、こんな感じで、このトランジションをゆっくりにリゾルブにしてあげる、こんな感じで、でラーメン高橋に来ましょうか。渡れなかったんだよ。で、この画面からちょっと中途半端だから、このエビスフードホールの方を、エビスフードホールっていうのが分かって。渡れなかった、ね、この辺でもうカットしたいなって思ったらここのカットしたい位置にそのこれを合わせてスプリットっていうのがこの再生マークの下のボリュームの左の左にスプリットっていうのがあるんだけど、でスプリットっていうのを押すとうちここで今2つの動画に一つの動画が分かれたのね。で、いらない方を削除するとか、逆にこの渡るシーンのところだけを削除したいっていうことだったら、もう一つの分かれた方の動画を、この辺からまたスタートしたいって思ったら、一応ここでまたスプリットして、真ん中のいらないやつだけ削除ボタン、ゴミ箱ボタンで削除すると、ちょっと違和感じゃないや。はい。両方消して。この方がいいや。で、これを、こういうのとか、みたいな、こんな感じでトランジションを使ってで中に入って串焼きが来て。食べ終わるみたいな。で、一応この最後にいつもサムネイルで、なんか他のその、まあ自分のロゴみたいなやつを載せたりとかしてます。あとは、そうだ。そうだね。最後これなんか。例えばこうやってブランク、今この左のプラスボタン、一番左のプラスボタンを押してで空白っていうのを押すとこうやってプラスされるんだけど、でこれを入れて例えばこの最後のトランジションのところを、これホワイトアウトっていうんだけど一回白に変わって戻るっていうやつ、
こんな感じにしてもいいかなと。で、ここにもしテキストを入れたければ、左から4番目にテキストっていうのがあるから、そこにテキストを入れて、アットマーク、ナミコ、ジャパン。これインスタのアカウントなんだけど、こんな感じで入れて、で、サイズを、この、右下のところを押すと、でかくなったり、小さくなったり。で、真ん中に合わせるとか、ね。色も変えられる。で、縁もつけられる。まあ、基本シンプルでいいと思うけど。で、これ今テキストの方が長くなっちゃったから。伸ばすか。伸ばして、こんな感じか。で、終わりにするみたいな。そうするとスムーズに終わる。まあ、ここに一応音をつけるんだけど、まあ、左から2番目の音楽っていうところを押すと、一番左の曲っていうのがあるし、一番右は録音だから、このまま録音をして、ボイスオーバーで喋りを入れることもできる。から、料理動画バーって作っちゃって、でそこにボイスオーバーで、これの作り方はこうやって、ああやって、みたいなことも言えます。で、一応曲のところに、まあ、無料のやつと有料のやつがあるから、まあ、無料のやつでいいかなとは思うんだけど、適当に選んで、ちょっとイメージ違うね。まあ何個かやればイメージに合うのが、多分このアルバムじゃない。何がいいかな。なんかいつも 2,3 秒でだいたい決めるんだけど、あんまりいいのが当てはまらない。だいたいこの最初の本当3秒5秒くらいで、でこの右側のダウンロードみたいなボタンを押すと用いるってなるから、これで一回試してみて。微妙かな。で、微妙だと思ったら、この音を入れたやつのところを押して、削除っていうゴミ箱マークが右から2番目にあるから、これを押すと消える。で、もう一回曲選んで、どうしようかな。大体最初に音があるやつの方がいいんだよね。最初の 1,2 秒がすっごい大事だ。
然今日のに合うやつだね。こんなハッピーな感じだね。ない。ドラえもんキャンプで入れてみて。うん。最初に音がないね。なしだ。こんな感じで、まあ、これでいいかなって思ったら、一応これ今音楽の方が長いから、この音楽の最後のところで、ここでスプリットを押して、二つに分けちゃって、いらない方を削除で消しちゃいます。で、そうすると多分最後の終わりが、映って切れた状態になるから、このまた音楽の部分を押して、ボリュームっていうのを押すと、一応フェードアウトっていうボタンがあるから、フェードアウトを押す。と、一応最後フェードアウトになってるはず。まあ、ちょびっとなったね。みたいな。で、今、ズドゥンってちょっと変なの入ったから、もうちょっと切ってみるか。この辺じゃないか。みたいな感じで、一応いつもは波形を見ながらやったりもするんだけど、まあだいたい簡単に1分くらいの作る時はもうこのくらいのスピードでパッパッパって作っちゃうかな。で、ガヤガヤしてる、ガヤガヤしてるうるさい、動画とかがあるんだけど、これか、のラーメンのザーっていう音がすごいうるさいから、ここはボリュームをして、このザーっていう音をすごいちっちゃくしたりとか、ミュートにしたりとかをするね。一応これでボリュームすごいちっちゃくしたりとか、これもジャズの音が入ってるから多分こんな感じである程度は聞きやすくなったかなっていう。みたいな。簡単でしょ？できた？切るだけだ。できた、できた。いかがでしょうか、宇沢さん。できそう？
か音を調整するのが難しいね、これね。どの部分の音？なんだろう、なんか今まで iMove を使ってたときは、音楽が勝手に編集されるというか、長さ調整されたりして、うんうん、これは自分でやらなきゃいけないんですよね。そうなんね。ただ、いろいろ音楽も選べるし、きっとこっちの方がいろいろ、なんていうかな、操作というか、アレンジの幅が広がるかな。でもいろんな動画編集アプリをとりあえず使いこなせるようになって、うん、その時その時に必要なものを使えるようになったり、うん、この部分はここで編集みたいな感じで使いこなす人もいる。うん。そしてもう一つのナッシュっていうアプリとかも、Adobe のメンバーだったらそっちの方が使いやすいと思う。で、ナッシュ。この方がまあ使いやすい。慣れてくると使いやすいって感じ。でも、動画編集とりあえずもう作ることになれるっていう人は、本当インショットで何個も何個もやってみる方がおすすめかな。さて、どうできそう？はい。声がなんかちょっとちっちゃい。タミちゃんの声がちっちゃいよ。あ、本当？うん。聞こえる？あ、今聞こえる。うん。そう、できてる。きっと動画編集は頑張れるけど、音楽まで頑張れないかもしれない。やばい、機械がやばい。でも言ってることはわかる。ナビちゃんのここ見てて、一緒にはもう操作できなかった。もううんーって。でも押すだけだから、なんかそうだね。ちょっとなんか一回やって集中してやって、一応でもメモったから、本当いろいろメモはしてみたから、やってみてうーんってなったら質問する。もう今、フル、頭フルだから。もう無理だな、これ以上は。情報が入らない。消える。本当、でも、いろんなボタンを押しまくるっていうことを、うんうん、とりあえず近くに行かないから。押そうみたいな。って感じ。でもし動画できたら、さっきの Facebook グループの方に上げてくれたら、みんな初心者だから、ワークショップ最近入ってくれた人たちばっかりで成り立ってるから、そうそう。で、こんな感じで動画アップしました、みたいな。で、そこに質問投げかけてくれれば、多分、まあ、分かる人いたら答えてくれると思うし、私も見てるし。でも多分、なんか、オンラインサロンチックに、なんか、ちょっと月額1000円とかで、Vlog 専門の、もう、ちゃんと質問答えますみたいなやつもやろうかなと思うけど、もうちょっと、みんな、途中、中級、上級くらいまで育ってくれたら、いいなって思ってます。一応、初級から。この簡単バージョンでただ作るっていう、ただつなげてただ作って、あ、書き出ししてないよ、書き出しをしよう。書き出しボタンが一番右上のこの矢印、上向いてる矢印、右上、ポイントは見えるの、ここの矢印右上にあるんだけど、ここと保存っていうのが、これを押すと、もう保存してくれてるから。で、そうすると自分のカメラロールに、この今作った動画が入ってるから。
応中級は、CM が流れた。ドールさん。はい。無料のアプリはね、こういうのがいっぱいあるからね。で、これが戻る、自分のカメラロールのところに入ってるって感じ。こんな感じで。もうなんか我ながら見ててすげえ寂しいなって思うんだけど。最近ファン。なんか楽しいし幸せだけど寂しい。けどみんなさ、もうさ、なんかこっちしてるからさ、全然遊んでくれないんだよ。みたいな。まあ、その間に稼いできますよって感じですよ。簡単でしょ？そう。でもこれ書き出したやつを今度 YouTube とかいろんな Facebook とか InstaTV とかに上げていくっていうのも、まあ中級か上級から辺でやっていこうかなって感じです。はい。質問はそれぞれありますか？宇沢さんありますか？なんだろう。とりあえずでもちょっと作ってみます。そうだよね。で、それで Facebook のグループにあげればいいんだよね。そうだね。うんうん。こんなんだよ、みたいな。そうそう。できるかちょっとわかんない。やってみないと。でも、操作がその iMove と似てる部分結構多いから。そうそう、全部似てるの、ほんと。で、ちょっと位置が違ったりとかだから、うん、あとは今日のいろいろアドバイスもらったことも、ちょっと取り入れてみて、うんうん、できたよって報告できたらいいなって思ってます。お願いします。お待ちしております。あ、了解です。さてこの、やってみる。さてこのクッキーとか料理とかやってよ。どんくらいのペースで作ってるの？すごい作ってるでしょ。クッキーは、そうだね。クッキーはすごい。納品するお店があるから作ってるけど、うん、でもなんかそれを何動画にアップしたことはあんまりなくて、うん、でもなんかまあできたらいいよね。最後にそのお店のさ、インスタのアットマークどこどこみたいな載せたり、そうね、そうだよね。そうだよ。なんか動画もやっていかなければいけないという気はする。やってみたいという、なんていうの、あの義務とかじゃなくて自分撮りたいんだよ。撮りたい、やりたいなと思って、うん、そうたいって思ってんだけど、まあ、勇気が出ないから、とりあえず作ってみて。そうだね。でもお菓子とかだったらもう固定でもいいと思うよ。なんか100均とか300円、3コインズとかの、うんうん、すごい簡単な自撮り棒みたいな三脚みたいなのとか、うん、こういう変なクリップみたいな。手元だけってこと？ん？手元だけ？あ、そう、手元だけ。うんうんうん。で押してね、作ってみたいな。Okay. あ、そうそう、それそれ。ねえ、初めて見た。本当？持ってる持ってる、ザさん持ってる。300円でしょ？そう、今300円。へえ。あ。ね。うん。本当一回も自分で作ったことないから動画。やってみよう。押すだけだ。ねえ。そう、そうそう。そうだね。頑張らないとね。5G 来たよ、5G。え、無理で使いこなせないよ、絶対。お金の無駄だよ。ここに、あたしかけるとこじゃないよ、きっとそれ。緑に横で作ってもらえば、こうやって。動画
置いといて。ねえ、きっとその、みどりちゃんの方がテンション上がると思うわ。ああ、SE だしね。あ、そうそうそう、機械のこととかはね、きっと。うん、そうだよ、みどりに作ってもらえばいいじゃん。そうだよね、協力してくれるかな。わかんない、これ後で、あの、Facebook で見て、つって。YouTube で見てっつってもうこのままやれば押せばできるからみたいな。ひどい、全部やってもらってんのね。そうね、あ、そう、あと宇沢さんのいただいてた質問にずっと答えようと思ってて、あ、変な質問。なんか光に勝つ方法みたいな。光に勝ちたい、夜撮りたいんだけど、夜撮りたいの時もあるけど、やっぱりなんかこう部屋から差し込む自然光が一番綺麗に撮れる。なんかこう優しいで、優しい柔らかい光でしょ。ん、優しい柔らかい光、光で綺麗に撮れるから、どうしてもその時間めがけて作らなきゃいけなくて、もうちょっと違う時間とか、時間をもう少し選ばずに、撮れるようになれたらいいなって思うことがすごいある。まあね。ただちょっと、なかなか、難しいね。だからといって、そうなんだよね。ちょっと合うといいなと思って。照明は持ってる？照明持ってる？なんか安い照明しか持ってない。ちっちゃい。ちっちゃいやつしか持ってない。さりげなく持ってる。え、どういうの？あんまり。こういうの？これ？LED？ あ、それ。それそれ。それ1個持ってる。これ？あ、もうこんなにパワーないかも。なんかもうちょっと。あの安い感じ、チープな感じ。そう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 。まあ、たまに使ってる。ね。まあでも自然光とって言われるとちょっとって思っちゃうけどね。なんか結局これにさ、やっぱソフトボックスっていうか、そのディフューザーみたいになるやつが、かぶさってたら、すごい、大きいやつね。で、そうすると、まあ、柔らかいたりみたいには調節できるけど、これだけを強くダイレクトにやってると、こういう光だから、そう、料理に対しても、まあ、青白いというか、柔らかいのとはちょっと違うよね。まあ、あとは部屋のその、電気。すごい明るくするとか、なんか朝のその昼の光に近いような電気とか、まあでも照明って感じだよね、もし夜やるならば。やっぱりなんかこうボックスっていうか、ちょっと白いそのちっちゃいセットみたいなのを作って、うん、そこに完成したものを入れて、照明当てて、撮れば、まあ、なんていうのかな、それなりにって言ったらおかしいけど、いいのかな、一番いいのかな、撮るとしたら。うん、フィギュアとか撮るようなこういうボックス、そんな大掛かりのものじゃなければ、そんな高くないもんね。そうだね、まあ、1000円から3000円とか、まあ、5000円くらい出せば全然、そういうボックスは売ってるし、電気屋さんとかアマゾンで。まあ、でも結局その作ってるところっていうと、そのボックスないだけで作るのは難しいから、それはもう完成した写真、いい写真を撮るみたいな感じになっちゃうから。行った時は完成品だけ撮って、まあ、全部を全部作ってる工程入れる必要もないから、まあね、入れとるときに、まあ、工程もちょっと含めて撮って、なんか宇沢さん、こだわり始めたらめっちゃでかい照明とか買ってそうな気がする。本当本当
対買いそう、なんかもう。間違った方に進んでそうだよね。いやいやいや、なんか YouTuber になろうかなっていうコメント見ましたよ。そうそう、YouTuber な、今なろうと思ってやってる。絶対になった方がいいよ、あのお菓子のもう腕、ほんとすごいもん。でもあの、もっとこう、細かい。明日インスタライブに出るの。あ、そうなの？出るってどういうこと？なんかお菓子の先生のアシスタント、うん、生徒役で出るから、それも YouTube にうまく撮って載せられないかなって思ったりとか思いまして、してしてして様子見たい。ちょっと今日教わったこととかもね取り入れてできたらいいんだけど、うんうんうん、ちょっとうまくいくかわかんない。何作るの？出てっていうか。で、何作るの明日は？明日は、なんだろうな、クッキー缶。クッキー缶を作る。今すごいクッキー缶が流行っていて。何クッキー缶って？なんか、クッキーの缶。え？どういうこと？クッキー缶の中にいろんなちっちゃい、いろんな種類のお菓子がいっぱい入ってる。結構お店とかで売っているクッキー缶を手作りで作るっていう。それインスタライブ明日出るのって どんない、うん、あ、見れないか。ちょっと後で教えてください。ぜひ。ちょっと急遽出ることになって。やろう、二人ともやろう。元気ないんでしょ。お菓子を世に広めよう。広めよう。広めよう。ビデオも作ろう。ねえ、たけこ。うん。あ、うん。頑張るよ。え、インスタやってる？インスタはやってるよ。インスタやってる。ほんと？お菓子ばっか載せてんの？ああ、仕事用はね。でも手先が器用じゃないから、私は、本当に。ちょっといや、なんかあの、クッキーは型抜けばいいしさ、スコーンは包丁で切ればいいしさ、あのね、焼き菓子は焼けばいいから割るんだけど、いやいやいや生菓子系のとかでちょっとこう、手作業が細かいのが必要なものは、もう私は無理です。私は無理です。この間なんか白玉で肉球作ってみたけど、うん、もうやんない方がいいなと思った。自分の不器用さがすごい明らかになる瞬間だった。キャラ弁は？キャラ弁。キャラ弁とかもう絶対無理だよ。私のあれ見たことない、あの、ひどいシチューの上の海苔とか超ひどくて、ゲラゲラ笑いながら夕飯食べましたみたいな。ハロウィンにしようと思ってるのに、もうなんか全然、おかしなことになっちゃったみたいな。マジ宇沢さんの後で見て、フェイスブック超やばいから。すごいんでしょ、だって。すごいよ、本当に。そこ目指せないの、私には。もう無理なの。無理なの。この前のあの、お札なんですか、お札書いてたやつ。あ、お札。お札あれ、チョコペンで書いて。あれ、そう、チョコペンで書いて。どうなってあれ貼り付けたの？あれはね、そう、あの、裏側から作っていくんだよね。うん。うん、初めに、そこまでは。紙。紙に印刷して、その印刷した紙に、なんだろう、透明なシートを貼って、うん、そこでチョコペンでなぞって、うん、色もそのまま色付けをして、うん、で、完成したものを冷凍庫で固めて、固まるから、チョコレートが？チョコレートもだし、チョコレート色は生クリームに色をつけたものをどんどん乗せて、殻を、で、それも一緒に入れて、で、まあ、あとは普通に、まあ、ケーキは作って、その作ったケーキの、まあ、ナッペが終わった後にそれを乗せるっていう。なんか剥がしてる感じに見えた。
あ、そうそう、剥がしてるの、剥がしてるの。じゃあ凍らして、それを剥がしたって感じ。そうそうそう、凍らして剥がしてる。すげえ。これでしょ、これ。あ、見た。そうそうそう、ドラえもん。やばくない？すごい簡単なの。やばい、これ絶対できない。いや、これはすごく簡単なの。いや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 。本当に誰でもできて、しかもこれ著作権もあるから、うん、あんま販売はできないだったり、教室とかでできない内容だなと思って、そうなんだ。どんどん公開しちゃおうと思って、本当誰でもできるからやってほしいと思って。すげえ。それは小さのを出そうと思ってる。すごい。本当に簡単なの。宇沢さんの簡単なのはね、多分簡単じゃないと思う。本当に簡単。誰でもできる。果物ゼリーみたいなやつとかもさ、教えてほしいし。なんかあれはね、ちょっと難しいかもね。あれ難しいか。あれは難しいかも。ちょっと難しい。すごい。最近はめちゃめちゃ簡単。何でもできる。本当、ナミコジャパンでもできる。できる。できる。できるかな。私が動画簡単だよみたいな感じくらい簡単。そうそう。わかんない。それはわかんない。ナミちゃんの簡単だよはきっと簡単じゃないもんね、これ。簡単じゃないよね。それこそ簡単じゃない。絶対ドラえもんの方が難しいわ。でもドラえもんできるようになったらすごいよね。すごい。ぜひぜひ。ね。ほら、私の頑張った、あってほら、頑張った私のハロウィングラタン、ほら、これ。できる。全然ハロウィンの顔してないよ。そうなの。これ乗り切っただけ、ここ。これだけ頑張った。でももうこれ頑張った感じだよ、これが。せめて三角でしょ。え？せめて三角でしょ、目。いや、そう、もう、無理だったんだよ。だから私にちょっとね、綺麗さは求められない。まあ、みんなじゃあお菓子の先生ということで、いろいろと、ケアをしていきましょう。はい、ありがとうございました。すごいでも楽しかった。やってみたいと思ったよ。本当？やってみて、結果をくれ。頑張れ、頑張ろうね。早くやんないとね。早くやんないと忘れちゃう。ね、それがちょっとその日その日。動画だもんね。短い動画をいっぱい撮る。そう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 。とりあえずもう10個か20個か撮れば、もうつなげたらいい感じに動画になるから。うん。なるほど。はい。お願いします。わかりました。ありがとうございます。ね、ご参加いただきありがとうございます。ありがとうございます。ね、ズーム退出の仕方わかる？退出って書いてある。ミーティング開始？それを押してください。ありがとうございます。ありがとうございます。またね。またね。押しちゃうよ。あ、待って。あ、押しちゃった。押しちゃったでしょ。いや、自分写真撮り忘れたと思って。まあいいや。また。あ、あれ？これでいいのか。うん。今日はこれで終わりです。